私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。ジャニーズタレントを弟にしたい。トップになったのは、第1位は平野紫耀また櫻井翔。ネトラボ調査隊では、アンケートサイト、ボイスノート、協力のもと、全国の男女を対象に、弟にしたいジャニーズタレント、というテーマでアンケートを実施しました。コンサートやドラマなど、様々なメディアで活躍しているジャニーズ事務所のタレントたち。もしも、弟になってくれたら楽しそうだと思ったことがある人もいるのではないでしょうか？全国の男女が選ぶ弟にしたいタレントは誰になったのでしょうか？早速結果を見ていきましょう。丸第1位、平野紫耀。第1位は、平野紫耀さんとなりました。キング、リンチェのメンバーとしてデビューした平野さんは個人として数多くのドラマや映画に出演。2022年10月21日からは TBS 系ドラマ、クロサギで主演を担当しています。また、平野さんは天然キャラとしても親しまれているため、バラエティ番組にも多く出演しています。もし弟だったら愛すべき存在として、毎日が楽しく過ごせそう、と思う人もいるのではないでしょうか。丸第2位、櫻井翔。第2位は、櫻井翔さんです。嵐のメンバーとしてデビューし、グループとしての活動に加え、個人としても俳優業で活躍。慶応義塾大学経済学部を卒業した知性派タレントとしても知られており、2006年からは日本テレビをはじめとした NNN 系列のニュース番組、ニュースゼロでキャスターを担当しています。他にも、様々なバラエティ番組でマックを担当しているため、弟になってくれたら、しっかり者で頼りになる存在、というイメージを持つ人も多いのではないでしょうか？視聴者も反応。弟かーから私は子供だなー。ヤマピー以来の美しい顔立ち。歌もダンスも素敵です。演技も、簡単ふ。クロサギ視聴は待ち遠しいです。キンプルも、唯一現実逃避の時間をいただいています。弟なら断然平野紫耀くん。可愛くて性格も良く、ましてかっこいい。こんな子が家にいたら和み、癒されっぱなし。我が家に来てほしいくらいです。紫耀くん、兄海斗くん、弟を兄弟に持つ母になりたい。絶対、幸せでピースフルワールド。今平野紫耀さん旬です。弟、いや、息子にして歩きたいです。そんな年ですがドラマ、CM、目が必ず向きます。わかる。この間、バラエティを見ていたが、性格の良さがあちこちで垣間見れた。私も、こんな弟が欲しい。弟でも息子でも何でもいいから家族になりたい。すっごい自慢できる。この人かっこいいし性格良さそうだからな。弟にしてはおっさんがかなり混じってるな。バク、弟に恋しちゃうじゃん？言う、振り返しねトラボね。弟にしたいジャニーズのタレント？なぜに、櫻井翔だけが卒業大学生名、慶応卒を記載しているのか？ならば、ここに掲載されたジャニーズの皆さんの在学及び卒業大学名も同時に記載したらどうなのか？だから、マスメディアは大学自体を差別化し特別視している温床、などと非難されるゆえんはこのようなところにも現れている。しかしながら、慶応大は今や性犯罪行為などで逮捕者を数多く出し、卑劣極まりない何の価値もない大学。むしろ、この場で慶応大を持ち出すことで、櫻井翔のイメージダウンがより一層進んでしまうのではなかろうか？あなたはどうですか？この問題についてどう思いますか？あなたは誰を選びますか？キング、リンチェの平野紫耀いつも私にとって素晴らしいですデプス。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。